はい、皆さん、こんにちは。八木下と申します。本日はですね、虹色カルテの第4話のお話をしていければと思っております。まあ、このドラマ、考察がどうこうっていうよりもですね、非常にこの流れる時間の心地よさであるとか、まあ、感動する側面であるとかですね、見た人同士で、共感し合うのがですね、まあ、一番このドラマの魅力でございますので、本日もですね、私が思ったことをお話しすることで、このドラマをご覧になられている方と、うんうん、わかるというふうにですね、思っていただければというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ただですね、本日全部で、まあ、6つお話しさせていただければと思うんですけれども、まあ、いろんな側面で感想を話してきますね。まあ、まずはそのもう作のですね、過去が非常に辛い経験を、持っているということが明らかになりました。まあ、前回の、第3話の最後の予告編でですね、ある程度のことは、まあ、予測はついたんですけれども、まあ、その通りというかですね、本当このドラマのすごいところっていうのは、いろいろな側面で予想がつくもの部分っていうのが多いんですけれども、なんかそれでも感動したりとか笑えたりとか、こう心をつかまれるっていうのがですね、本当このドラマのテイスト演出素晴らしいなと思うんですけれども、まあ、何が起きたか一応まあ整理しますと、まあ、これその昔回想シーンですけれども、まあ、あの自分の奥さんがですね、トリアージ、分かる方は分かると思いますけれども、まあ、要は治療する人がですねたくさんいる場合に、優先順位をですね、まあお医者さんがつけるっていうトリアージというものがありますけれども、まあ、それでですね、本人が大丈夫って言ったので、黄色をつけたのかな、要は重症者、緊急性のある患者じゃないよっていうのをですね、つけたんですけれども、容態が急変してしまって、しかも亡くなってしまったっていうことがですね、今回明らかになりました。まあ、それは、しかもその、自分のね、奥さんが、まあ、もちろん事故ですよ。事故だから別に、責任がないわ、すごい責任があるわけじゃないんだけれども、でも、トリアージで、その奥さんが言ったことを信じてしまったがゆえに、まあ、命を、失ってしまったと、まあ、言うならば信頼し、お医者さんっていうのは客観的に状況を判断しなきゃいけないじゃないですか。で、当然その患者さんって言ってもいろんな患者さんがいるんですが、本当は重症じゃないのにもう死にそう死にそうっていうような人もいれば、その重症なのに私は大丈夫、他の人優先してくださいっていう人もいるじゃないですか。これも性格的な、ね、あれですけれども、で、まあ、奥さんは結果的にその重症患者だったにもかかわらず、まあ、他の人を優先してくださいっていうふうに言ったがゆえにですね、亡くなってしまったということが明らかになったという感じで、もうだから何じゃないんですけれども、こんな辛いことあるっていう感じですよね。大切な人を失うっていうその悲しみはね、人それぞれ、もう誰もが他のもう他人では共感、すべてを共感しうることのできない悲しさ、辛さ、寂しさっていうのが、襲ってくるわけですけど、大切な人を失うっていうのは、だから作もこの、まあ、ドラマの中でこういうことが起きて、ね、客観的にこの事実だけね、文字面で見てもうわこんなんあるって感じですけども、お医者さんとしてのね、その仕事として悔やむ部分と大切な人を失ってしまったっていう悲しさとで、計り知れないね、エピソードだなというふうに思いましたね。だからそれを抱えて、まあ、今生きているし、まあ、そこの部分が今回その現実世界、これは要は回想の話ですけれども、まあ、現実のエピソードでもそれが、生きていたかなというふうに思いました。まあ、それがその、まあ、過去を乗り越えるのは時間と再現というふうにちょっと私の言葉で整理したんですけれども、まあ、今回のこの第4話の、まあ、リアルタイムの方、この回想シーンじゃなくてリアルタイムの方で描かれたのは、まあ、同じようにですね、トリアージでこう患者さんの優先順位をつけなきゃいけない場面に、まあ、主人公たち3人が、まあ、それたち3人がですね、遭遇することになりました。で、それでですね、そしたらまたその患者さん、治療すべき患者さんの中に、私は大丈夫ですみたいな感じで、まあ、言う人が現れたと。で、それに対して、まあ、サクはですね、そんな君が決めることじゃないって、あなたが決めることじゃないっていうふうな形で、まあ、怒鳴ったと、形になりました。で、もちろん、ね、お医者さんが怒鳴るどうなんだとか、まあ、そういうのね、あるかもしれないけど、まあ、これドラマですので、まあ、そこはいいとして、で、結果的に、まあ、ちゃんとお医者さんとして、患者さんの性格がわからない状態で大丈夫、大丈夫じゃないっていうんじゃなくて、ちゃんとお医者さんとして客観的な判断を、まあ、下したので、結果的に後で、まあ、話を聞いたら、ちゃんと病院に運ばれて、治療をして、命に別状は、まあ、要は助かったということが明らかになりました。なのでそれはまさに再現ですよね。自分の奥さんの時は大丈夫って言葉を聞いてしまって命を失ってしまった。だけども今回はそれを再現、同じ場面で自分が決める、医者である自分が決めるっていうことを言ったので、その再現が、なされました。そしてですね、これはまあいろんな世の中、まあ、痛ましい事件とか事故とかもあるじゃないですか。現実世界でもね、ニュースとかで見るとかでも、
その、まあ、悲しみとかね、そう辛いことって時間が解決してくれるよっていうふうに、まあ、言う方もまあいますよね。だけども、まあ、当事者からしたら時間が全て解決してくれるなんてことはまあないわけじゃないですか。だって特にね、その事故とか事件とかで突然自分の大切な人を失ってしまったら、そんなんね、時間が経ったからっつってケロッとできるかってできないでしょ、そんなの。だからそれはできるわけないんですけれども、でもその時間によって同じことはしないぞっていう、その冷静な側面は多分心の中に宿ってくると。それが結果的に今回新たに目の前で起きてしまった、まあ、トリアージの話でございましたので、そういった意味での、まあ、過去を乗り越えるためにちょっとは冷静になることのできる時間、そしてその今回はトリアージで一個再現をしたので、まあ、サクの心の中にある罪悪感は少しはこれで、薄まったのかなというふうに思います。もちろん、少しはね、だから時間と再現によって全てが解決されることなんてないですよね。皆さんもありませんか、過去にその、ね、あの大切な人を失った失わないだけじゃなくても、例えばご自身のね、まあ、例えば受験とか就活とかでもいいですよ。こう屈辱的なその落選というかね、あの要は受験に失敗してしまったりとか、就活に失敗してしまったりとか、もしくは仕事でね、もうやってはいけない損失を出してしまったとか、そういうのって時間が経てば、そのもう食事が喉を通らないって状況ぐらいは出せるかもしれないけど、でも思い返したり胃が痛くなったりとか、はーってなりますよね。だからそれは拭えない。だけれども和らぐっていう緩和はまあできるよねっていうのが、今回そのあまりに辛い過去の時間と再現による若干の緩和によってですね、ドラマの中でしっかりそれが示されていたなというふうに思いますので、なんか絶妙というか、絶対同じような経験をしたことある方いらっしゃると思うんですよ。それお医者さんと患者って意味じゃなくて、要は大切な人をね、突然失ってしまって、例えば病院に連れていくのが遅れてしまったりして、それで自分の大切な人が亡くなってしまったら悔やんだりしますよね。だからそういうのはもう拭うことはできないし、克服することはできないかも。だけど、うん、まあ少しずつ緩和していくのは時間と再現かなと思った次第でございます。はい。で、太陽の話に移るんですけど、太陽が今回のお尻の、まあ、虫刺されの件で、まあ、深刻な、描写になっておりましたけども、一方でその、まあ、要はお尻を痛がるっていうので、ちょっとコミカルな演出もされておりまして、そこは別にですね、結果的には、まあ、治りそうなので、まあ、どっちでもいいって言ったら失礼ですけれども、まあ、まあ、微笑ましく見るのも全然問題ないと思うんですけども、これですね、ちょっと、まあ、笑い話として、ちょっと今回のこの話は、片付けますけれども、ですね、お尻にできものは、きついっすよ、経験上。字とかじゃないんですよ。だからすいませんね、なんかそういう話ですよ。字じゃなくて、その要はだから、お尻の、その、なんて言えばいいの、だから、本体じゃなくて、要はお尻の横というの、だから座った時のこの、真ん中、ここね、だからお尻の周りというか、そこに何か、イボとか虫刺されができんの、めっちゃきついっすよ。私、一回できたことがあったり、何年前だろう、2017年ぐらいに、一回お尻にすごい大きい出来物ができたんですよ。なんか、でもお尻なんで、虫刺されとかじゃなくて、で、なんかほら、ダニとかに刺されてもそんな大きくならないとってぐらい、すごい、ほんと、こんななんか、腫れ物ができちゃって、お尻に。全然要はあれね、痔じゃないですよ。痔の、あのゾーンではないですよ。普通に肌にできてしまったんですけれども、すっごいきついんですよ。で、それって、その、何の話をしてんだ要は、お尻の、何が痛いって、別に何も立ってる時痛くないんですよ、別に。普通なんですよ。痒いとかもない。だけど、出来物ができて中になんかこう、まあ、ちょっと汚い話ですけど、まあ、海みたいになってる状態なんで、座ると激痛なんですよ。つまり座れないんですよ。で、私、本職が当時も今も映画メディアの編集長なんで、要は基本パソコン仕事なんですよ。スマホでも若干の仕事はできるけれども、まあ、いろんな記事のね、編集だったりとか、コードいじったりしなきゃいけないので、基本パソコンなんですよ。だから、もちろんスタンディングでね、仕事をするっていうので切り替えてうまくやったりとか、あとはその寝っ転が、なんていうか、うつ伏せに寝っ転がってパソコンいじったりとか、そういった形での対応はできるんだけども、普通のデスクワークがもうできないっていう状態になったんですよ。だから、もうそれを経験してるので、ま、でも2週間ぐらいで治ったのかな。1週間ぐらい様子見て治んなくて病院に行って、皮膚科に行って、お薬もらって、飲み薬と塗り薬もらったんですけど、で、引くまで1週間で2週間ぐらいきつかったんですけども、それを経験してるので、マジでお尻問題は深刻ですよ。ちょっとなんかこんな、お尻の話続くのもあれだけど、私、痔ってなったことがないんで分かんないですけど、痔もきついって言うじゃないですか。なので、お尻問題はね、多分いろいろと、痔は痔できつかった方、経験ある方とかは、もうそれと別にね、それと照らし合わせてもいいと思うんですよ。とにかく、お尻の問題っていうのはね、デリケートな部分もあるので、深刻ですよね。なんかすぐにこう、
ね、風邪ひいたから内科行こうとかとも、まあ今ね、コロナで風邪ひいて内科行こうってすぐもできない時代だけども、それよりまたなんか、お尻見せなきゃいけないから、ちょっとね、はばかられるんですよ。すぐ病院行こうっていうのが。なんで、そういった意味でのお尻問題というのは深刻だというふうに思った次第でございます。じゃあちょっと話戻しますね、真面目な方に。ですね、まあ、過去の話が人と人とを近づけるっていうのを、まあ、このドラマはですね、継続して積み重ねていって、いるなというふうに思います。まあ、例えば今回だと実際そのね、作の過去のエピソードっていうのはみんなに開示したわけではないけれども、一応視聴者にはその過去の描写が、示されることによって作の過去が明らかになったわけじゃないですか。でそれによって作ああかわいそうっていう、まあ、同情心というかそういったものがこう湧きましたよね。で、まあ、これは冒頭から分かっていたけど、まあ、主人公のマソラにして関しては例えば、まあ、病気を持っているとかで来週作の話、太陽の話になりそうですけれども、あと村人たちも過去の話が徐々に今分かってきてると、まあ、若年性認知症の話であるとか、不妊で子供が儲けることができなかった話であるとか、さまざま過去のエピソードがこう明らかになってきてますよね。だからそれによって村人同士の距離も近づくなるし、要はお互いがお互い辛かったねっていうお互いの心の傷っていうのを共感し合って心をこう包み込むというかなっているので、それで距離も近づいているし、で我々視聴者からすると、まあ、サスペンス性のあるドラマじゃないですか、まあ、要はほんわかしたドラマですけれども、その中に出てくるこういう辛いエピソードの積み重ねによって我々でその各登場人物たちに徐々に第1話の時よりもより深く濃く感情移入をしてきているんじゃないかなというふうに思いますね。今回もサクがそうだったし、まあ、来週太陽がね、メインの話になりそうですので、まあ、太陽にまた改めて感情移入すると。で、まあ、それはまあそれで病気をね、まあ、抱えていて進行してしまっているようでございますので、その辺も、だんだん後半になるにつれてですね、見ていて、胸が締め付けられる思いも、出てきそうなドラマですけれども、でもやっぱり村人みんなは、仲が良くてぶつかることも対立することもあるけれども、でもみんなで仲間だよっていうのがこのドラマの魅力ですので、その中でどうみんなで傷をこう抑え合って慰め合って生きていくのか、そしてもしかしたら大切な誰かが亡くなるって描写も今後出てくるかもしれないですけれども、その時にどうやって村人みんなでその悲しみを共有してね、ここでも言ったけども完全に乗り越えることはできないけれども、徐々に悲しみを和らげて生きている人々で頑張って村を、まあ、運営していくという描写になるのかってところはですね、このドラマの魅力なので非常に楽しみだなというふうに思います。本当だからこう今回のコンクールのドラマにおいてはかなりやっぱり異色で、本当にその何て言うんだろう、別に解説することないんですよね。だから本当になんか好き勝手感想を話してるんで、まあ、良くも悪くも再生回数あんま多くないけれども、でもあんまバッド評価もないんで、聞いていただいている方々大変ありがたいんですけれども、本当になんか優しさあふれるドラマで、見ている我々も心が穏やかになるので素敵なドラマだなっていうふうに思います。はい、次行きましょう。まあ、シリアスだけどウィットにってことですね。そういった形でこのドラマっていうのは非常にこう様々な悲しみであるとか、まあ、もしくはその、まあ、辛いね、過去っていうのを描いていくんですけれども、まあ、要はこういったその、なんで、笑えるシーンがたくさんある。そして村人同士の会話も言葉を選ばないで言えば、ドラマとして何の伏線にもならない、別にこのシーンがある必要がないような会話たくさんあるんですよ、このドラマ。だけれども、その各雑談的なシーンが、減れば減るほどこのドラマの魅力は薄らぎますよね。薄くなりますよね。その辺はやっぱりその優しさというか笑顔を含めてね、もうこのシーンとか見ながらニヤニヤするわけじゃないですか、我々視聴者も。だからコメディ映画とは違うけれども、コメディドラマとは違うけれども、なんか微笑ましくニヤニヤしてしまったり、クスって笑ってしまったりとかするですね、描写の積み重ねが、まあ、辛いエピソードとかとともに描かれることによって、なんか人間ってそこって大事じゃないですか。例えば辛い時にお笑い芸人の方々が頑張ったりとかして、でみんなを笑わせてくれたりとかっていうのもありますけれども、人間辛いからって笑っちゃいけないなんていうね、決まりはないわけですよ。なので辛いこともある中でみんなで和気あいあいと楽しんで、我々視聴者も今ね、コロナでなかなか大変で仕事もうまくいかない方々、キャリアがうまくいかない方々も多くいると思いますけれども、まあ、その中においてもですね、こういったドラマでクスッと笑ってですね、少しでも心を明るく軽くするっていう、その魅力が本当にこのドラマにはですね宿っているなっていうふうに思います。だから不思議な感じ、なんか見ていてもうで画面越しに見ているはずなんだけども、すごくこうやっぱり登場人物たちに共感するし、本当にこうなんか
素敵なドラマだなっていうんです。だから感想を聞かれても困るんですよ。このドラマの魅力はいいもんはいいみたいな、なんかそういった形になってきておりますけれども、本当に毎週毎週楽しみな木曜日となっております。はい、ということでちょっと来週のあらすじを見ていきましょう。来週は太陽の話になるようでございます。虹の裏に超人気バラエティ番組ポツンと診療所がやってくる、ポツンと一軒家のパロディですね。テレビ取材に張り切る村人たちが、マソラは病のことやこの村にいることをまだ母親に伝えられていないとこぼす。そんな中テレビクルーのカメラマンが足から血を流していることに太陽は気づき、一方サーコの家ではサクの涙を見て以来何か辛い過去があるのだろうと察しつつも、本人が言うまで何も聞かないと決めたマソラと太陽、素敵ですね。悲しみ共感するだけって大事です。そんなある日、マソラは畑で作業をするサクを窓からじっと見つめながら何やら考える太陽を見かける。どこか寂しげな表情でちょっと羨ましいなとつぶやく太陽に、その真意を測りかねるマソラで点々点。その夜、太陽の様子がおかしいことを察したサクは、妻サオリとの過去をゆっくり話し始める。仲間だから気を使わせるのは嫌なんだと無理して笑うサク。しかし、その話を聞いた太陽は、なぜかさらに辛そうに顔を歪め、寒空の中診療所を飛び出していく。数日後、ついに虹の村が取材されたポツンと診療所の放送日。虹色商店にいつものメンバーで集い、酒盛りをしていると、いつの間にか泥酔した太陽が突如ブチギレ始め、あんたにわかんねえんだよ。彼女は医者で患者、彼は辛い過去を生きる男。要は、マソラとサクってことですね。じゃあ僕は何、果たして太陽の流した涙の訳とはという形ですね。これすごくわかるな。なんか私別にね、基本ポジティブにというか、あんまりね、自分に自信はないからネガティブなんだけど、なんていうんだろう、ぐじぐじしないで、もう才能がねえもんはねえもんだって割り切って生きてるんであれなんですけれども、なんか私あんまりドラマチックな経歴がないんですよ、家族問題含めて。だから問題がないんですよ。だからなんか、なんていうの、こう悲しい過去とか、なんていうの、壮絶な幼少期青春時代とか ないんですよ。普通に生きてきたの で今健康だし、だから本当同じ辛い過去ないし、ありますよ、小さい挫折とかあるけど、別になんていうの、こう事故で大切な人を失った経験とかもないし、で自分も大きい病気したことないし、あるけど治ってるし、だからないんですよ。だからなんかこの、じゃあ僕はなんてすごくわかるし、なんか私今映画メディアの編集長をやってますけど、もともとブロガーでいろんな記事書いたりしたんですけど、そのドラマチックなことを書くことができないので、自分の過去から、それですごく劣等感を感じたりとか、ドラマチックなことを書いてる方とか、なんて言うんだろう、で幸せなことだと思うんだけれども、なんか家族問題とかをすごくこうね、ドラマチックに書かれる、それは同情を得ることができるし、私もそれを読むと本当辛い過去だったんだなっていうふうに素直に思うんだけど、同時になんで自分にはそういうふうに人に同情される過去はないんだろうみたいな形で思ったこと正直あるんですよ。今特に思ってないけど、だからこれすごくわかります、このなんか劣等感というか、なんでちょっと来週なんかすごく共感してしまいそう、もしかしたら泣いてしまうかなというような感じでございます。はい、以上になります。まあなので、まあ、今週もですね、非常にこうもう涙の、まあ、作の過去は分かりましたけれども、来週は来週でその辛い過去どうこうじゃないけれども、まあ、今このリアルタイムで太陽が心の中で抱えているモヤモヤっていうのが、まあ、描かれていきそうでございますので、ちょっと、来週結構共感しそうなので、心してみたいというふうに思います。はい、本日は以上になります。ご視聴いただきましてありがとうございました。それでは。